の大切な親友、ふみちゃんの話をしよう。こうへいくん、遊びましょう。この人、隕石にぶつかったんです。月の石。なんか、これつけたら幸せになれる気がする。いるわけないでしょ、いい男なんて。取ったからいいかなっていうのはいるでしょう。あ、またお上手ですね、草笛。梅雨草です。草笛にするといい音が鳴るんですよ。あー、ほらできた。ふみちゃん、気になる男の人がいるでしょう。ふみちゃんはその男の人に僕を息子ですと紹介した。僕まだ何もあなたに自分のこと。篠田さん、私50歳になる前に隕石にぶつかったんです。篠田さんにも会えたし、それでいいんです。俺の周りの大人みんな嘘つきだし。これは今日を精一杯生きる大人のおとぎ話。露草はどこにでもあるありふれた花でした。露草、愛してる。